はい、どうも、社畜です。本日もあつ森実況やっていきましょう。そしてみすずちゃん、どこでそれ釣りしてんの？魚いないけど大丈夫か？はい、ということで、本日はですね、かなり重要なお知らせがございます。で、その内容なんですが、多分ね、静江さんのアナウンスですぐわかると思うんですけど、ちょっとね、とあるキャラをこの島に呼び寄せました。さあ、皆さんおはようございますということで、まあ、いつも通り時刻を読み上げてくれているんですが、そうなんですよ、ついにうちの島にもフランソワちゃんがやってきました。いやー、フランソワちゃんか。まあ、これからうちの島で活躍してくれるでしょう。あとね、フランソワちゃんを呼ぶっていうことと、あとはね、クリスチーヌちゃんっているじゃん。で、このフランソワちゃんとクリスチーヌちゃんって実は姉妹なんですよね。まあ、多分ね、この動画を見ている方であれば皆さんご存知だと思うんですが、だからね、離島ガチャで、まあ、クリスチーヌを、まあ、これから狙っていこうと思ってます。まずはフランソワちゃんに来ていただいたっていう形ですね。まあ、そういったところでフランソワちゃんが来てくれたということで、フランソワちゃんの家に向かいたいと思いますね。あとはクリスチーヌちゃんなんだけどさ、実は未だに離島ガチャで引いたことがありません。だからね、絶対引きたいんだよね。うん、フランソワちゃんと弥生ちゃんは引くことが、まあ、できたんだけどさ、うん、あの子だけ未だに引けていないので、クリスチーヌちゃん絶対引いてやりたいね。あとハムカツもまだ引いてないか。まあ、ハムカツに関しては勧誘する予定とか全くないんですが、まあ、個人的にはね、引きたいと思ってます。あと出てないのってそれぐらいかな。まあ、離島ガチャはずっとやってるんですがね、出てないのは多分それぐらいな気がする。あとフルメタル君が。はい、ということで雑談をしていたら家の方に到着しました。さあ、こちらがフランソワちゃんの家になりますね。もともと1号の家でした。家があった場所でした、厳密には。さあ、フランソワちゃん、おお、かわいいね。やっぱりフランソワちゃんといえばケケアイドルか。いや、フランソワちゃんとクリスチーヌちゃんを呼んで、なんかケケアイドルとか歌わせたいよね。うん、あとはなんかフランソワちゃんとクリスチーヌちゃん姉妹ということで、なんかね、姉妹限定の会話があるらしいんだよ。まあ、噂ベースでしか聞いたことがないんだけどさ、それもかなり気になっていて、まあ、ぜひね、クリスチーヌを勧誘してその会話見てみたいですね。もし仮にクリスチーヌちゃんを離島ガチャで引くことができましたら、フランソワちゃんの家も移動させたいなと思っていて、やっぱりその姉妹ということでセットに家をしたいんですよね。うん、隣同士にしたいので、だからまあ大幅な島整備もしないといけないね。うん、根底が覆るからさ。いやー、結構大変だな。まあ、せっかく島がね、できつつあるんですが、またね、うん、解体しないといけなくなりそうだわ。ただやっぱり姉妹の会話聞きたいから、やっぱ家は隣同士の方がいいんじゃないかなと思って、今のところはそう考えてますね。いやー、ついにうちの島にもガチのアイドルが来てしまったか。だけどさ、めっちゃ楽しみだよね、フランソワちゃんとクリスチーヌちゃんのコンビ。あとは個人的にフランソワちゃんの家の中が気になるな。まあ、壁紙とか、まあ、床に関しましては、まあまあまあ、なんかイメージ通りって感じなんだけどさ、家具がどんな感じなんだろう。自分ね、まだフランソワちゃんの家の中身知らないからさ、そこもちょっと楽しみだなと思ってます。まあ、そこに関しては次回の動画で見ていきましょうか。では家を後にしましょう。いやー、フランソワちゃんよくぞ来てくれた。あとはちょっとね、ここの家の周辺も整備しようかな。まあ、前の1号の家の名残が残ってるから、さすがにちょっと松明とかは合わないからね。まあ、そういったところでやっていきましょうか。ちなみに今マップを見せたと思うんですが、左の方に住民の顔が並んでいたと思います。いやー、改めて見るとだいぶ顔ぶれが変わりましたね。特にこの2週間で、住民がどんだけ変わったんだ。下手したら、7、8回ぐらい変わってるよね。うん、ものすごいね、
人数が入れ替わったわけなんで、新生ウホホ島ということで、これからね頑張っていきたいと思いますよ。いや本当にさ、すごいな顔ぶれ。まあしばらく住民の入れ替えとかしなかったんですが、今回ね久しぶりに大規模な住民の入れ替えをしました。ただね、個人的にはクリスチーヌちゃんでもう完結かなと思ってますね。正直それ以上やるかどうかはまだわからない。どうしようかな。まあ離島ガチャは、まあ、継続的にやっていこうと思ってるんですけど、まあちょっと悩みどころではあるよね。ただこれ以上キャラを入れ替えるっていうのもあれなんでね、まあそこに関してはクリスチーヌを引いてから考えましょうか。そしてブーケどうした？ホットドッグの服着てくれてるね、ありがとうよ。こないだねこれあげたんすよ。そしてこのタイミングで悪巧みをもらっていくと。てか待って、俺まだ悪巧み持ってなかったんだ。てっきり持ってると思ってたわ。今更ながら。ただね、リアクションすべてまだ手に入れてなかった気がするんだよね。いやー、リアクションって意外に手に入らないよな。なんか序盤はバンバンもらってたイメージがあるんだけど、最近もらってないなと思って。いやー、これはかなりありがたいね。だけどこう見てみると、うちの島もだいぶ変わったよね。住民だけじゃなくて島の作りも相当変わった気がするわ。そしてこちらはジャックの家で、こちらにはなんとね、ジュン君の家があるということで、気づいたらね、まあジャックとジュン君も来てました。まさかジュン君来ると思わなかったな、ぶっちゃけ。最初ね、全然狙ってなかったんだよ。ただ、偶然離島ガチャで引いたんだよね。あれはめちゃくちゃ運が良かったわ。しかもね、離島ガチャ動画の一発目で引いてしまったっていう。あれはかなりびっくりしたね。よーし、今日も離島ガチャやってくぞー。さあ誰かな、うっ、ジュン君だみたいな感じだったからね。いや、あれはなかなかすごかったわ。そしてこちらはチャチャ丸の家になります。なんかチャチャ丸の家の外観おしゃれだね、赤色なんだ。さあ中に入っていきましょう。おお、めちゃくちゃ叩いてるね。どないしたん。いや、作ってるというより破壊してるよな。そして俺がこないだあげたホットドッグな服着てくれてるね。ただパツパツって言うな。大丈夫か、俺のホットドッグな服とチャチャ丸の着てるホットドッグな服が同じものと思えないんだけど。チャチャ丸のやつ引き伸ばされすぎでしょ。いや、サイズ明らかに合ってないよね。なんか同じ M を着てるんだけど、チャチャ丸は本来 LL を着ないといけないんだよ。ただそこを無理やり M を着てるみたいな感じになってるね。これさ、あまりにも無理やりすぎて逆に面白いよね。明らかにサイズ合ってないのに無理やり着てる感がすごい。さあ、そういったところで、すでに持っているレシピをまたまたもらってしまいましたね。いやー、レシピのダブりやばいな最近。なんか新しいレシピがもうほとんど手に入らないんだけど。ただね、一応自分もまあ、レシピはコンプリートしていないから、まあ、住民からもらう必要があるんですけど、あとはメッセージボトルか。ただなかなか自分の持ってないレシピにたどり着かないな。まあ、住民の性格によってある程度、まあ、決まってるとはいえ、まあ、特定の住民を済ましてないっていうのもあるからな。そういえばここら辺もこの間の島整備生放送で割と整備しましたよね。結構いい感じになったんじゃないかなと思いますね。特にエイブルシスターズの周辺の小道とか、あとはね、こちらの方かな。そう、ここら辺も、まあ、整備したんですよ。まあ今までね、整備していなかったから、まあちょこっとだけやりましたね。ただ完全にはまだできてないかな。いや、いつになったらうちの島ってできるんだろう。未だにね、完成しないからな。下手したらさ、もう年内に完成しない気がするわ。なんか作っては壊して、作っては壊してを、まあ、ずっとやってる気がする。終わりが全く見えないね。そしてニッシーは、お、家にいるね。ってことで家の中に入っていきましょうか。あとさ、ニッシーの写真ゲットしたんだよね、この間。まさかの好感度マックスっていう。お、ニッシーどうしたの。いやー、シャ様、なんだか今日は君が来てくれるような気がしてたんだ、金くれ。やばいな、完全に金づるになってるね。
おじいちゃんお金ちょうだいみたいなノリで。そして何、シャ様気づいてる？今日は新しいお仲間が引っ越してきてるんだよ。いや知ってるよ、うん、俺が呼んだからね。そりゃ当たり前よ。そしてその顔やめてくれよ。絶対これさ、フランソワちゃん狙ってるでしょ。お、かわいいねみたいな。これはニッシーの新入り狩りが始まる可能性がありますね。え、だけどさ、ニッシーとフランソワちゃんって確かに似合いそうな感じはするよね。なんか美女と野獣みたいな感じで、うん、ニッシーが野獣かどうか怪しいところだけどさ、さっきちらっと見に行ったんだけど、お片付けで忙しそうだったからご挨拶は後で行こうと金くれ。いや金はあげないけどさ。おー、ちらっと見に行ったのか。いやこれは狙ってるな、間違いないよ。お、新しい子が来たのか、可愛いのかな、ちら。お、可愛いみたいな。うん、どうしたの金くれ。おー、眠たいけど金はくれって請求してくるんだな。ごめん、ちょっとね、今持ち合わせがないんだわ。そういえばこの間ニッシーが俺のことを親友って言ってくれてたのに、手紙の中でね。ただその中で金くれってちょっとひでえな。まあ俺がさ、金くれってまあ口癖を設定したんだけどさ。いやこの口癖の破壊力半端ねえな。そういえばシャ様は学生ニート君のお気に入りの飲み物って知ってるの？金くれ。すごいな、なんかツッコミどころ満載だな。学生ニートとかシャ様とか金くれとか情報量多いぞ。うわー、やっぱりシャ様なら。シャ様って何、そもそも。最初別にシャ様って呼ばれてもいいかなと思って OK したんだけどさ、改めて見るとめちゃくちゃ違和感あるね。シャ様って何やみたいな。そしてなんだ、だってお互いのことは何でも知ってるってくらい仲良さそうなんだもん。ちょっと待て、え、俺と学生ニートが。いやーまあそりゃそうでしょ、同一人物だからね。まあ俺が作ったサブキャラだから。仲良さそうも何も喋ったことないけどね。まあいいわ。はい、そういったところで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録をお済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。あとはね、最近離島ガチャ生放送もやっておりますので、もしよろしければそちらの方も見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。